やっぽーむくえなです。にゃんねえ、にゃんとか言わないで。こんなメガネ外すわ、もう気持ち悪い。今日はね、何をしていくかっていうと、笑ってはいけない〇〇っていうのをね、初めてやってみたいと思います。何でやるかっていうと、私のちっちゃい時の写真と動画を用意したんですね、いや、我ながら面白いですよ、ちっちゃい時の私が笑わないってこと？そう、だからそう、私はプレゼンターですよ。で、みんな面白いか分かんない、ちょっと不安なんだけど、ちょっとやってみようっていうことで。私は本当面白くなかったら笑わないから。なんだその、なんか私はもうの無垢なチーク。むくりんにはお水を口に含んでいただきます。よく YouTuber さんさ、牛乳でやってるけど、ちょっと牛乳はちょっと汚いかなみたいな、いそう、エナピーが嫌なので。で、これちょっとバケツがなくて、大きめのボールを構えてもらって。どこにあったの、その動画は？この動画はですね、ちょっといとこのお母さんがね、結構過去の動画を振り返るのが好きなんですよ、なんか面白いの全部なんかこれちっちゃいとかやってえな。何個かあんの？何個かあるよ、1個じゃない、うん、写真とか見てもやばいしっていうので、なんか思いついた企画なんですよ、これは。こっからむくりん口に含んでもらって。私笑ってはいけない状況だからこそ笑いが来る人なので、まずじゃあ写真からいこうかなって思う。じゃあ見せます。何っていうのは、じゃあ当ててみてって感じでいきます、せーの。これ何かぶってんの？これ説明するとあのゴムのボールあるじゃん、ちっちゃい子が遊ぶあれ潰れちゃって穴開いて、それなんか映られてザビエルみたいにしたんだっていう写真らしい、これは。そしてなんかもうこれ時代を教えてほしいっていう画像があって、これ時代を教えてほしい。なんで、しかも半目ハゲてねっつって、うちハゲてない、これやばくない？最初からこの後ろしか生えてこないデータハゲの生え方してて。一回動画挟もうかな、じゃあ、うん、一回動画挟みますね、うん、まず先に説明すると、うん、公園の水道でなんかを洗ってんの、ママが、うんうん、で、なんか水道の周りでこういとこたちがこうやって見てて、うん、そこで私がママに怒られるのあることをして、その怒られ方がちょっとね、これでも身内だからかもしれないから、ちょっと緩めで見てほしい。弟とか言う、足入れちゃって、何をしたかっていうと、今足を入れてめちゃくちゃママに怒られるの、やめなさいみたいな、すごい勢いで怒られて、でいとこがやろうとすると今度自分が怒るの、今度やろうとする、こいつがやろうとする、やめてよって自分がさっきママに怒られたことをいとこに怒るっていう、やばいっしょこいつ。次の動画ね、一見何って思うんだけど、じわじわ来る動画なので見てください。お前は何がしたいんだっていう感じの人。もう面白い、これいとこですね。どこ行くのって、自分の中で何のポーズなの？いやポージング一回一回入るんですよ、なんか。これは無理だ、涙出てきたもん。最後の一個がね、こっから全ては始まったって感じ、私の。これね、あのね、クリスマスにおばあちゃんち集まってみんなでね、ご飯を食べてたの、いとことうちんちが集まってたんだけど、その時のお前ちっちゃい時から一人だけぶっ飛んでんなっていう感じを見てほしい。これは違います、こういうとこ、あ、かわいいねって一人ずつ映していくの、こうやって、あー、かわいいねって。
もうシーンってしてんの周りは。なんつってんのこれ。メリークリスマスって言ってるんですけど。なんシーン周りは。なんで周りこんな可愛いのに。じゃあムクリン的、一番やべえやつ。砂浜。じゃあ最後にそれ見てお別れとしましょう。来た来た来た。